これがね猫です。うん、新しく雇った猫たちです。うん、なんか変な色のやつばっかり、紫とか緑とかピンクとか、うん、変な色のやつばっかりなんだけど、3匹だったかな。これでいいんかな。あ、ここだよね。うん、こっからだ。うん、たかしとラミレスとエテニャンとトナポンゲ。うん、ピンクがたかしで、緑がラミレスで、紫がエテニャンで、緑がトナポンゲ。緑2匹いるな。うん、とりあえずね、結構こんだけ増えたんで、ちょっといろいろと割り振りっていうか、出撃お供が回復、トレンド回復、あ、そっか、回復とかそういうのもあるんだよね。アシスト、ビースト、ボマー、ファイト、アシスト、ボマー、なんだこれ、ボマーばっかりや。ここにじゃあどんどん入れていく？あ、レギュラー入れ替えで、ここに、じゃあ、タカシ、ラミレス、エテニャン、トナポンゲ。よし、これでいいじゃん。うん。で、あとはこっちはね、このチコ村でのね、探索とかやってもらおう。うん。よし。で、特訓、休むな。特訓しろ、特訓。で、サブ出撃。そうだな、サブ出撃。けどやっぱ回復がいいよね。ピカチュウはいいね。回復あるし。これでいいや。うん。オッケー。まだちょっとね、お供装備が。お供装備。あ、え？そう。そう。最初になんか、猫の、救出に向かった時の装備が倉庫に入ってるんじゃないのっていうコメントがあって、そうだ。本当に入ってた。じゃあこれせっかくだし、ちょっとピカピーにつけようぜ。うん、そうだな、ピカチュウ、ゆくものシリーズつけてあげよう。ゆくものたち。ブライトもちょっとハンマーのこの肉球猫パンチにしようかな。強いしね、肉球猫パンチとマフモフシリーズ。これでちょっとはね、見た目も変わるから。うん。で、あとのやつらはもう装備なし。うん。まあね、あとは端材をちょっとこの、魚釣りとかして、集めてまた装備作ってあげましょう。うん。釣り好きアイル。ハンターさんだ、こんにちはにゃ。ハンターさん、もしかして恐竜かザボアギルの依頼をクリアしてくれたのにゃ。水辺で暴れていたザボアザギルたちがいなくなったから、この辺りの、潮の流れが変わったのにゃ。そのおかげで珍しい端材がポカポカ島の、浜辺にも流れ着くようになったにゃ。きっと、トアミマシンを使えば珍しい端材を集めることができると思うんだにゃ。珍しい端材があればもっと素敵な装備を作ることがこともできると思うんだにゃ。ポカポカ島で起こった変化はそれだけじゃないにゃ。最近ポカポカ島の、周りで緑色の大きな魚が泳いでいるのを見かけるようになったにゃ。あの緑色の大きな魚もトアミマシンを使えば捕まえたりするのかにゃ。もし捕まえることができたら、きっと素敵な素材を手に入れることができるんだにゃ。ハンターさん、ぜひ試してみるといいにゃ。はーい、じゃあ、行こう。うん。ナグリ村に。うん。村。船のね、うん。船作りの、船っていうか飛行船だね。うん。飛行船作りの続き。わあ、めっちゃ点々点出てるな。上から待っていこうか。上からっていうか下だな、これ。点々点の位置がちょっとずれてんだよ。あ、これか。ブーズキハンター。これ素人だろな、こいつ。このハンター素人だ。いや、正直待ってんだ、どんな装備でもやってよ。いやな、この村の人たちからいいよ、そうはそうと現れたな。どんな装備でも。どういう妨害かな、武器の属性はどうしよう。俺のクエスチョンが火を吹くな。君、先に行ってみる。俺はここで何とかさ。ということで、君とは看板娘さんに、あたきからの
ブグ道具の品揃えをホイッと増やしておいたね。壊してみたんで、見つけてやホイせやじゃじゃじゃにゃえ。ほんとちょっと増えたんかな道具は。おおなるほどね、アロイシリーズか。アロイシリーズかいいね。アロイの方が確かになんか装備っぽいもんな。ちょっとボーンじゃ厳しくなりそうだったらアロイに切り替えるパターンも考えなきゃな。うん、よし。で、あと村長とこっちの人。またピッケルが落ちてる。またピッケルが落ちてる。あ、グレートだ。これは嬉しい。よいせほいせ、ハンターさんよどうか相談になってね。これ、急いで仕上げなきゃなんね、仕事があるんだが、困ったことに、熱石炭が足りなくってな。ご存知の通り、地底火山にはでっけえ発作が出てるだろう。だから、ハンターさん、この通り、熱石炭の納品をよろしく頼まれちゃうくれね。はい。手の手で、緑の嫁ちゃんに、熱石炭の納品って依頼をしておいてからよ。ピッケル忘れんなよ、その辺に落ちてるやつ持ってくれ。チャーン。よし、最後、村長。おん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 。そこにおわすハンターさんじゃねえか、よく来たな、歓迎するぜ。うちの娘は元気かい。ちゃんと食ってる。好き嫌いはしてねえかい。いや、お嬢さんはちゃんと元気にすくすくと成長しております。お父さん、走り回ってねえかい、目がかけてねえかい、親になってねえかい。それからそれから、なんだって、飛行船をつけてて。ガハハイガハハイガハハイ。そいつはい、今度は飛行船か。よしか、ならせな。他でもね、あんたらな、飛行船でも何もどんとこいよ。とくれば問題は熱気だな。山ほどの、熱石炭が必要だ。あんたさん、この辺りの洞窟が火山活動で生まれたってことは知ってるかい。うん、火山が活性する時期になると、熱石炭が、掘れやすくなるんだが、一つ避けちゃ通れねえ問題がある。モンスターよ。熱石炭モンスターが洞窟内をうろうろするんで。あいつらとてもじゃねえや。俺っちの手にはおえ。掘りに行くのが命がけだ。最近火山が活性の時期には嫌な文字が向かい音熱石炭掘りに行った頭が早速グラビノスにばったりよ。じゃあ出た、このグラビノスヘラルデゾンだ。ハンターさん、あなたがグラビノスを追っ払ってくれたら俺っちの熱石炭を掘りに行けるぜ。そしたら飛行船もブハハイというか、ブハハイという間に完成だ。どうかグラビノスの狩猟をよろしく頼まれちゃってね。はい、グラビかグラビスかグラビ嫌いだな。本当はでかいし強いし火力あるしも。まあ、避けちゃ通れねえってか。元気かい、あんたのところの料理長も元気かい。ぐったりの一件から俺たちすっかり仲良しになってよ。あの道の味が忘れられねえ。でな、料理長から相談を受けたんだ。いい乳製品を食材に加えたいってな。俺も人肌脱ごうじゃねえかい。寝る好きな人を登録してくれたらいい乳製品を届けるよ。俺が手配してやるぜ。てなわけで、ミオルのお姉さんに2つの金って依頼を出しておいたのよ。乳製品のレベルアップ目指して、俺は頑張るよ。ということで、見逃せるや。あ、発掘装備の、なんちゃか。発掘装備これしかないんじゃないか。あ、強化。強化してみよう。あ、飛びちゃった。まあいいか。めっちゃ強化できるね、これ。果てしなく強化できる。すごいぞ、これ。すごいよ、これ。なんだ、これ。てか、これ最初に手に入れたやつだもんね。これ使っちゃう？これ使うの禁止？これ使うの禁止？ちょっと見た目腕だけ変だ、変にやっちゃう。いいんじゃない？ステータス。うん、いっか。いや、けどやっぱボーンシリーズで整えてみたいな、それは。ボーンシリーズ。ちょっと船。取り出すじゃん、装備の変更、マイセット、装備。わあ、なんかめっちゃ賑やか、めっちゃ賑やかだった。すごい。すごいな。多分すごい猫の匂いするんだろうな。すっげえ猫の匂いするんだろうな、この部屋。ちゃんと、ほら、空気清浄機とか置いとかんと。やばい。空気清浄機置いとかんと。大変やろ。ブライト。グラビモスか。グラビモスだろ。ハンターさん、はい、団長さんから聞いています。作戦名もここにメモしています。はい、イサラ船を飛行船に改造するため、熱石炭を、採掘に行くぞ。だがしくし、グラビオンスが危険だ。我らの団反対を頼んだぞ。大作戦。ああ、なんて長い作戦名、覚えきれない。今回の狩りの目的地は、まあ、地底火山ですね。地底火山は火山が活性化して、マグマが噴き出し、灼熱の地と化したフィールドです。暑さに強くなるクーラードリンクがないと体力がじりじり減ってしまうんですよ。クーラーね、うん、そこにはマグマの熱に惹かれたさまざまな大型モンスターが闊歩しているとか。そこでなんですが、ハンターさん、ちょっとしたお願いが。はい、ちょっとした。帰ってきたらでいいんですが、熱線を吐くグラビマウスの動き再現していただけません？もちろん方向込みで全身を使って、私それでレポート書きますから。いや、そうな顔なんでかしら。そうでした、2度目の失敗。了解です。動きの再現者としてハンターさんの名前をレポートに入れます。それでどうですか？ですよね。そうこなくちゃ。せーの、グラビモス、グラビモス。それではクエスト1。ちょっと2分返してくれ。2分返してくれ。グラビモス、これですね。いけるかな。この通りだって感じ。行こう。うん、行くしかない。行くしかないのだから。ゴアマガラを倒した相手ならなんとかなるだろう。うん、なんとかなるでやろう。よし、飯魚と、よし、
スキップやっぱいいね、お供の装備もしっかりしたらちょっとより一層強く見えるね、うん、でクーラーはね持ってるからホットはいらないってことで、こんだけでいいかな。爆弾売ってなかったっけな、爆弾売ってたらワンチャン爆弾持ってきたいんだけどな。雑貨屋さんってどこだっけ、これだ。あるじゃないあるじゃない、爆弾持っていこう。あ、コタル爆弾もせっかくだから持っていこうか。ちょっとペイントで起爆すんのはね、ちょっとペイントボールもったいないからね。うん、ペイントボールも無限にあるわけじゃないからね、うん、節約していこう。ペイントの節約術はちゃんと身につけとかないと。よっしゃ、じゃあグラビオスいきましょう。もはーよーし、ゴアマガラ倒した、ゴアマガラ倒したんだから、いけるいける、恐れることはないさ、何も恐れることはないさ、余裕余裕。爆弾あるじゃないか、爆弾あるじゃないか。そうか、睡眠ガスも出してくるから、グラビって毒も出さなかったっけ。睡眠、あ、毒はないな、睡眠爆破。なんか地図持ってきてないやつ、なんか知らんけど地図忘れるやつ。地図は必要です。地図は本当に必要ですか、田舎。いや、必要です、必要です、地図は絶対です。よし、はい、二度目の出発。まあ8番だろうね。うん、グラビーさんは、グラビーさんはもう大体8番だからね、うん、シリーズ通して、シリーズ通して8番。これもうテンプレート、グラビモステンプレートですから、8番です。これマジで喉枯れるわ、もう。1日1クエストだな、ほんと。喉枯れてしまうわ、もう。で、クーラー飲まなきゃ。クーラー飲んで飲んで。で、ペイントに合わせて、行きましょう！絶対ここ。ほら、まあ、火山にはぴったしだね、防音装備、うん、ちょっと見てる場合じゃないよ、見てる場合じゃないって。もう今避けたけど、熱で多分確実に皮膚を焼かれてるぞ今のは、うん、今のはもう当たった判定だからな、今のはもう当たった判定とみなすからな、うん、近づきすぎたら本当に蒸発、人間は水でできてるらしいから、本当蒸発するよと、ちゃんと避けてね。うわー、こいつこんなんだったっけ、めっちゃ硬そうやん、なんかちょっと、そんな前にそんないたら悠長だ、それは。それ悠長だから、それ測れるから、いろいろ測れるか。危ねえなこいつ、ほんとこの至近距離外していくやつだからね、この至近距離外していくやつだから、こいつ絶対野球部にはなれないな、うん、どっちかっていうとサッカーが好きなんかな、サッカーやってたタイプならわかるけど。ああ、これ潜り込もう、潜り込もう、よし。で、左で、もう一回こっち行って、で、切る。で、横。もう一発来るからガードするけど、全然上。全然上。あー、硬い。足が、そんなバカな。まだ切れ味ゲージは、全くと言っていいほど、無傷だというのに、早速弾かれる。これが洗礼というものか。念を覚えたての能力者への洗礼か、これが。そんなバカなことがあっていいか、足が硬いなどという、そんなバカげた話、それはないし、やっぱりお腹、
危ないっす。尻尾か。あ、尻尾けどそんなピンポイントで攻撃できんよ。そんなピンポイントでできんよ。けどやるしかないよな。足なしでお腹と尻尾と羽、お腹と尻尾と羽と頭はいけるでしょ。頭いけるけど頭は絶対嫌だな。で、ちょっと元気ドリンクを合わせておこうか。眠って大きな一撃をもらうぐらいだったら元気ドリンクを消費して目覚ました方が絶対にいいからね。うん、これ、おなあー足は弾くうほいうほいな。攻撃しようねこいつ。はいはい、お腹あーさあ、顎はダメ、あーさあダメー。まあ動きは遅いから、うん、通常時はまあゆっくり見切って攻撃していこうか。見切って、はい、ここ見切って一発入れて退散、見切って一発入れて退散。ちょっとたまにこうやってね、うん、本気出すときあるけど、まあこれ、あ、しっぽしっぽしっぽ、ドンス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 、しっぽドンス、しっぽがぐるんでドンスじゃないな、こいつはドンスだな、普通にドンスだな。あー、おどなんでそのロックオン式の突撃は。はい、ここ、あ、この高さは当たる、この高さは当たるやつ、決して当たらないやつだとね、決めつけることは絶対に良くないからね。人間の愚かなところだよ、それが。勝手に決めつけることね、決めつけることってのは本当に愚かなことだから、人として恥じなきゃ、人として恥を、恥を知られて、恥を知れ。これ当たるからちょっと避けて、ぐっしゃん、ぐっさんだけど弾かれて入れる。で、このここは今ちょうど右に回避したから外れるけど、ここ攻撃入るで、ぐるん。まあそこまで火力ないね。うん、そこまで、うん、びっくりするほどの火力はまだ見せてない。はい、羽は通るから積極的に打っていって、羽は積極的に、うん、羽さえ切ればこいつ飛べなくなるから。うん、はいはい、積極的ウイング、積極的ウイングで、この距離は届かないから積極的ウイングで突っ込むよ。突っ込んでいくから、振り向き際に頭にボーンだけど、これビームと見せかけてのフェイントを使っていくか。必殺技をフェイントに使うとは、なかなかの高等テクニックだなこいつ。しかしためが長え、それはためが長えぞ、しかしそれはためが長え。羽は攻撃入るよ、避けて、よし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 、よく見た、しかしそれはためが長え、それはためが長えよ。羽、あ、これダメ、しかしそれはためが長え。悠長だ、非常に悠長。あ、やばいっす、ごめんなさい。なんか思ったより食らわんかったね。あ、お腹にドーンで、お腹に切れ目を入れて、そこから一気に開くと。朝マック。ちょ、ドキドキ、溶岩使ってる、溶岩使っとる。はい、ここ。あのビームは直線のみなんでね、こいつはほんと、豪快ストレート一本なんで、うん、決して、あの、変速カーブ使ってくるタイプで、ここいける。ここもう一発いこう。あ、けど、やっぱ横投げはダメだな。これガードできなーい。ガードできなーい。よし、火消せ。よし。ね、あれはガードできないということをね、しっかり覚えとこう。尻尾に一撃。あ、これちょっと、のりチャンスだな。よいしょと。
オッケー、狙って乗るなんてね、本当本当にね、これは本当上級者にしかできないね、荒技なんでね、これは。緑になるまで、緑になるまでグッド待機、グッド待機で刺す。オレッツ、ちょっと遠くまで飛ばされたけど、しっぽ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 、安定して攻撃入るから、しっぽに手数を入れる、ためよりしっぽに手数、ためてね、当てれないよりね、しっぽに手数だな。硬い相手にはそうやって戦うのがほんとセオリーなんでね。これ逃げだな、うん、逃げだな。ゆっくり逃がしてあげよう。と見せかけて追いかける、と見せかけて追いかけるけど逃げられる。よし、どっちに逃げるかな。一応ペイントボール次また開幕当てて、うん、開幕当てて9番か。ちょっとまたゴミ回収車が来た。音拾ってんじゃないかなこれ。右、あ、ここそこ、そっから出てくるの。はい、来て、はい、来て、通り過ぎ、際に尻尾ぐるんでボンってしてくるけど問題ない。あ、ちょっと足硬い、こいつ足硬い。もうなんだこの足、ネテロ会長並みの足の硬さだな。ネテロ会長も相当硬いらしいけど、それに匹敵する硬さだなこいつ。はい、ここ、えいしょえいしょ、おらえいしょえいしょ、おらえいしょ。罠使おうか、そろそろ罠使っちゃおうか。ここ多分ね、この岩壊れるからね。はい、突進。あ、いけるな、罠いけるな。突進する、突進する。はいはい、ここ、えいしゃおらえいしゃ。あ、ちょっと危ない危ない危ない危なし危なし。はい、ここ1、ここはためいける。よいしょ、えいしゃおらえいしゃ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 おらえいしゃおらえいしゃえいしゃえいしゃ。これ登れない？あ、登れる。登れたということは乗りチャンス、えいしゃ。オッケーオッケーオッケー。はい、狙いました。今もう完璧狙って乗ったんで、2回目の乗りはね、けどほんと最初よりね、シビアな判定になるんでね、ギリギリの、おっしゃおっしゃ、ほんとこれはね、ほんと主釣りと一緒、川の主釣りの魚釣りのリールの巻き加減とほんと一緒だから。はい、ここ、えいしゃおらえいしゃえいしゃおらえいしゃえいしゃ。よし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 、オッケー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 。逃げて逃げて、ペイントボール当てたっけ、これ乗れんじゃね。はい、しゃー、乗れなーい乗れなーい。はい、ここ、あ危ない危ねえ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 、今寝てた、今寝た、今ちょっと寝かけたで、今完全に。はい、ここ振り向き際にポンで、えいしゃえいしゃ。ちょっと回復しようか回復しようか。危ないっす。あ、そっちか、爆発じゃないんか今の、今の完全爆発読み、爆発読み交代したんだけどな今。はい、ここ、ただ足元には入んないから尻尾まで回り込んで、キルエイシャー、キルイシャー、キルシキルシャー。羽は入る、羽は入るけど、ちょっと振り向きこっち見たんで、こっち見たんで回避、こっち見てて回避。よし、えいしゃ。で、踏みつけボーン。で、ぐるんで、ぐるん、あ、なになになに、なになに、何してんの、何してんの、今の何モーション、何エモーション、今の。何エモーションリミックスですか、今の。えいしゃ。ちょっと怒りましたね。怒っちゃったな。よし、えいしゃ。えいしゃ。ちょっとエイシャーばっかりうるさいな、ちょっと。エイシャー動画だな、完全にエイシャー動画。
あ、危ねえ、今のちょっと怒ったらこいつカーブ使うタイプか、怒り出したらカーブ使うタイプか。尻尾は攻撃入るよ。よっしゃ、打ち上げろ。あ、これは大丈夫。はい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 、3回目はい、3回目はい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 、えいしょ、よっしゃ、連打、はい、よしまあいいでしょう。うん、2回成功させたらもうそれはもう申し分ない成功と言っていいしゃーいいしゃー、それは成功と言っていいしゃーいいしゃー、成功、あ、尻尾にぞ、尻尾切れ、尻尾、あと3さばきで尻尾いくよ。尻尾に1回、3回切りつけたらまあ尻尾飛ぶで、これ尻尾飛ばすか尻尾飛ばす、うん、逃げ足だけは早いな。もう一回ペイント当てようか。うん、ちょっと移動したらほんと逐一ペイント当てていこう。うん、えいしょ、まだペイント消えないと思うけど、ちょっとこの位置はやばい、この位置で突っ込ん、よしよし、いけ、あ、なんで肉、ちょ、肉を食い終わった、綺麗に、非常に綺麗に、グラビモスの足元で綺麗に肉を食い尽くすやつ、食い尽くして、おっしゃ、いける、おっしゃい、ぐるん、よし、大きい役にセット、はい、ここ、えいしゃー、えいしゃー、よし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 、朝まで朝まで、はい、か、ちょっとクーラー、先にクーラーだけは本当に飲めるときに飲まないと、いかにチャンスだとしてもクーラーだけは飲めるときに飲む、そういうプレイングがしたい、そういうプレイングを心がけている。切れないかな、そろそろ切れないかな、これはゴロリンだから、ゴロリン後の羽に攻撃ね、羽への攻撃は本当人間でいうね、ボディへ リバーブローとね、本当同等の現象が起こってるんでね、こいつらには。リバーブローと全く同じ現象なんでー、飛んでいけ、オールでしまいす、おー、オッケー、早い、急にそんな速くなるとか、それはあかんと思う、そんな急にさ、急にちょっと、それは急にそんな速度調整はあかんって、それは。はい、突っ込んで、急にスピードアップしたな、こいつ。なんだこれ、スピードパウダーでも持ったんかな。あ、これね、攻撃チャンスと見せかけてこうやって来るタイプのやつ、こいつ、ほんと卑怯なやつだな、こいつ、ほんと。おしゃおしゃおしゃ。あ、足元、足元逃げる。よしよし。かいくぐる。足元、はい、ここ。えいしゃ、おら、えいしゃ。よし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 。よしよし。はい。で、足元じゃなくて、尻尾方向に走っていく。よしよし、入った。ね。だいたいイメージするとしたら、クラピカ VS ウボーギみたいな、うん、そういうイメージで戦っていただければね、グラビモス非常に簡単に攻略できます。うん、もちろんね、こっちがクラピカで、あっちがウボーギなんで、うん、これ振り向き、おしおしお、お腹にストーン、おし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 、もう十分だろ、もうこいつ疲れ切ってるじゃん、もう、おしおしおし、横投げはちょっとあんまり対応しないで、横投げはね、
あの当たり判定が広い分ね、いろいろと、よいしょ、えいしょ、うれしゃさ、切ったったぜ、切ったったで、たかし、見とるか、たかし見とるか、切っとったで、兄ちゃん切っとったからな、たかし、見とる、たかし見とる、尻尾はないぜ、もう、そこに尻尾はないからな、いくら尻尾振り回そうか、もうそこに尻尾はない。はいはいはい、これがドーンだから、しっかり回避したと、ところでここに打ち込む。打ち込んで、背中破壊する。背中破壊したのかなこれ。なんかどっか壊れた。どっか壊れたのを見計らって、さらに追い打ち。追い打ち追い打ち。おしゃ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 。で、しかしここ、弾かれない。もはや弾く皮膚、頑強な皮膚も、もうないか。しゃ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 。おしゃしゃ、撃て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 、ランプ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 、もうぶち壊せぶち壊せ、もう、お、切り落とせ切り落とせ、おいしゃい、逃がさん、いいだろう、許可しよう、やはりね、ちゃんと尻尾剥ぎ取っとかないと。多分睡眠に入ると思うんで、爆弾を一気に食らわして、爆弾一気に食らわして、メソーか、ちょっと待機、いいぞブライトピカチュウ、そのまま待機だ、行くぞ、決して手を出すんじゃないぞ、決して手を出すな、こいつはもう得手のハイパーエボリューションエキゾディックパンチで食らう、あの爆殺するから、シャイ、おいよー、おっしゃ、畳みかけろ、おっしゃ、いいぞ、いっていいぞ、ピカチュウ、ピカチュウブレット、いいぞいいぞ、いっていいぞ、切れ味が落ちてきたー、なぜ研がなかった、なぜ研がなかった、悠長、勝てると思ったからだ、それはもう爆弾で勝てると思ったから、よし、お怒りモードか、お怒りモード時すでに遅しとはこのことだな、尻尾がないグラビモスなんてもはやグラビモだ、お前はグラビモスではない、お前はグラビモだ、尻尾がないやつはグラビモで十分、お前に巣を与える、あのあれはないから、グラビモだ、ソイソイソイ、はいはい、ガード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 貫通、おい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 、画面外への逃亡かよ、画面外への逃亡は許可してないぞ、それは未許可だ、えいしゃおら、えいしゃ、お疲れ様でした、案外あっさりいけたね、うん、もうちょっと苦戦すると思ったけど、うん、なんだろう、 V 破壊重ねるごとにね、相手の皮膚がそぎ落とされ、柔らかい部分が出てきたってのが、うん、非常に今回の戦いはあれだね、あのポイントをちゃんと狙って攻撃して、壊すとこ壊して、で最終的には全体を攻撃できるようにして畳みかけると、うん、非常にいい戦い方だったんではないでしょうか、うん、ね、あんまりね、本当に弾かれすぎるとね、攻撃を逆に受けてしまう可能性がね、非常にでかいので、うん、そこをよくね、気をつけて戦えたんじゃないかと思います。はい。グラビ倒しちゃったぜ。モンハン2ドスの時何回やられたか。睡眠袋、火炎袋、ほれ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 、
爆発瓶追加ゴミ。解読結果進行中。確固たる領域、赤熱の地下世界、探索にグラビモスが出現するようになりました。勘弁してくれよ、もう戦いたくねえよ。バサルモスは出ないんかな。バサルモスだったらいっぱい狩れるけど、量産できるよバサルは。ただいま。ああもうできちゃ、もうできちゃった、もうできちゃった。あーそういうタイプ、そういうタイプの飛行船なんだ。もっとこうさ、もっと羽、あのウイングがさ、ウイングがこうシュウィンってなってさ、こうすごいスピードで走るタルガターボになっててみたいな、そういうイメージでいたんだけど、そんなんでもないんだ。やったぞ、ついに我らの団の飛行船が完成したぞ。空飛ぶイサナ船だ、これでどこにでも行ける。海の向こうにも空の向こうにもな。不思議なことだな、それもこれもお前さんと出会ってから全てことが回り出した気がするんだ。それはそうだろう。それは得手がそうやってグラビモス倒して採掘できるようにしね、ゴアマガラ倒し、筆頭たちを助けで、船を作るのにネルスキュラのあれ討伐もし、おっさんはそこで腕を組んで見てるだけ。団長変わるか、団長の座を下ろすぞ。ひとまずはグラミオス狩猟の祝い、そして飛空船完成の祝いだ。さあ準備ができたらシナト村に向けて出発しよう。村長に声をかけてくれ。こいつの謎が解けるかな、解けるといいな。もうこいつはもう金のことばっかりだから、この団長は基本金のことしか考えてないタイプだな。なんだ FX とかやってんのかな、デイトレードとかしてそうだな。ほんとデイトレーダーだな。どうしようかな、またなんかさ、戦いになりそうだよね。飛空船狙いのシャガルマガラみたいなの来そうなんで、一旦今日はここで終わっとこう。もう喉が持たないわ、もう。はい、ではね、次は、新しい村に行くので、シナト村かな、に向かいます。今回は、グラビモスの討伐でした。はい、ご視聴ありがとうございました。